炭治郎、それは何？ああ、これはおばあさんからもらった押し花だよ。荷物を持って坂の上まで行ったらお礼にってくれたんだ。そうなんだ。お礼をしてもらうほどのことではないけど、こうやって感謝の気持ちを表してもらえると嬉しいね。そうなの？ああ。炭治郎への感謝の気持ち、私も何か贈り物をしようかな。炭治郎はどんなものを送ったら喜ぶんだろう？ん？あれは？どれがいいかな。これは違うし、こっちは。霞柱様？炭治郎にこれは合わないよね。でも、こっちは綺麗だけど、なんかちょっと違うんだよな。霞柱様も炭治郎に贈り物を？どうしよう。私も早く選んで、先に炭治郎に渡さなきゃ。あれ、君、胡蝶さんのところの。え？あ。さっきからジロジロ見すぎ。何？君も贈り物を選んでるの？はい。まあ君のことだから、どうせ炭治郎にでしょ？言っておくけど、炭治郎のことを一番わかってるのは僕だから。そんなことは。まあせいぜい悩んだらいいよ。僕はもう、ある程度の目星はついてるしね。え？何か欲しいものはないかって？特にこれといって欲しいものはないかな。そんな、それじゃあどうしたら？でも強いて言えば最近料理にハマってる。料理？あ、蝶屋敷での療養中によく葵さんが俺たちにご飯を作ってくれていただろう。あ、うん、そうだね。最近鮭大根の作り方を教わって、富岡さんの好物みたいだから振る舞って少しでも仲良くなれたらって。そうなんだ。炭治郎は水柱様のことをすごく慕ってるんだね。恩人だし憧れの人だしね。そっか。あ、でも最近使ってる包丁の切れ味が悪くて困ってるんだ。包丁？切れ味？あ、そうだ。ん？どうかした？なんでもない。ちょっと用事ができたから今日はもう行くね。ああ、カラオン、また手合わせしような。包丁ね。富岡さんのためってのが気に入らないけど、炭治郎が喜ぶなら。なんで君がここにいるの？霞柱様こそなぜこんなところに？任務は？それならもう終わった。ここでやることがあるから、鋼塚さんを探しに来たんだよ。鋼塚さんを？まさか霞柱様も日輪包丁を作りに？ああ、そうだけど。え、何？君も？無言は皇帝ってことね。まあいいや、僕の方がすんごい日輪包丁を作るから。そんなことありません、私だって。ふーん。お二人さん。あ、鋼塚さんはどこに？今は話しかけない方がいいぞ。何やら緊急でやらないといけない仕事ができたそうで、作業の手を止めさせたら切りかかられる。あ、そうなんだ。なら君教えてよ。え？何を？日輪包丁。日輪包丁？まあ要は切れ味が抜群の包丁を作りたいってことだな。教えてくれるんですか？まあできないことはないが、とりあえずこっちへついてきなさい。ここは？僕らをここに案内したってことは、まさか二人でここを使えってこと？今はここしか使える場所がないんだ。一通り作り方は教えたし、あとは自分たちでやってくれ。
まあいいや。君、邪魔だけはしないでよね。霞柱様こそ。結構言うじゃん。僕、これでも柱なんだけど。やっぱり、炭治郎の影響。私にとって炭治郎は特別な人です。僕にとっても炭治郎は特別な人だよ。君に負けないくらい炭治郎のことを思ってるから。いいえ、私の方が思ってる気持ちが上です。はあ、何言ってるの。絶対僕の方が上だから。そんなことありません。何やるのなら相手するけど、手加減はしないからね。はあ、同様に来たっていうのもあるけど、あれがあるし、どうしよう。私の方が切れ味が上です。いや、僕は切れ味もだけど、見た目が君のより綺麗だ。ん？今、カナオと時人くんの声がしたような。あっちの火事場の方からかな。二人ともここにいたのか。霞柱様、包丁を投げるのはいけないと思います。は、そういう君だって投げてるじゃん。あ、僕の方が上手だから嫉妬してるんでしょ。違います。霞柱様が先に包丁を投げたのでやり返しました。いいよ、そっちが本気ならこっちだってやってやるから。え、あ、ちょっと二人とも。うわ、包丁を投げ合わないで。あれ、炭治郎どうしてここに。炭治郎、あのね、僕炭治郎のために日輪包丁を作ってたんだよ。すっごい変わりよう。今心の中で失礼なことを思ったでしょ。それは。ちょ、二人とも目が怖いから、とりあえず包丁を投げ合うのをやめて訳を。ってあれ、なんか足音が。に、逃げろ。あの人はさっきの。なんかあの人の後ろから殺気をまとってる人が走ってこない。あれはまさか鋼塚さん。包丁を投げるとはどういう了見だ、貴様ら。万死に値する、万死に値する。かまど炭治郎、貴様。え、ちょ、俺は包丁を投げてませんよ、鋼塚さん。え、ちょ、貴様はまた日輪刀をダメにした。何度目だ。絶対に許さん。ごめんなさい。マジ。貴様、許さん、許さんぞ。うわ、炭治郎大丈夫かな。あれ、完全に締められてるよ。魂が口から抜けてる。あの少年の日輪刀を打ち直していて機嫌が悪かったんだ。激高したのは包丁の剣が引き金だろうが、少年の顔を見て一気に感情がそっちに持っていかれたのかもな。鋼塚さん、もう無理です。許してください。もう二度と刀を折らないって約束しますから。言い訳無用、分子に値する。お前さんたちもう帰りなさい。しばらくあの少年は解放してもらえないだろう。あ、まあしょうがないか。明日からまた任務続きだし、贈り物はまた別のものを考えるよ。あ、任務。親方様から直々で緊急の。あの、私も行きますね。炭治郎、ごめんね。任務は絶対だから。ちょ、誰か助けて。あんなに少年のためにと一生懸命包丁を研いでいたのに、
見捨てる時は案外あっさりしてるんだな。まあ、あの二人は似た者同士ということだな。お願いですから笑ってないで助けてくれませんか。鋼塚さんもまずは話を。うるさい。貴様、覚悟はできているんだろうな。ちょっ、ああ。